こんにちは、J ブースの担当のファシリテーターを務めます小野寺です。このブースでは鎌倉イングリッシュツアーというプロジェクトの発表がこれから行われますので、それでは2人の皆さん、よろしくお願いします。こんにちは、鎌倉学園 USS です。僕たちのプロジェクトは外国人観光客対象の鎌倉案内です。これは月に1回程度鎌倉駅を訪れた外国人観光客に自ら声をかけ、観光地を無料で案内し鎌倉の良さを知ってもらおうという活動です。これは、より実践的な場で英語を使ってみたいという思いから生まれました。例えば僕には外交官、彼にはメジャーリーグを取材するといった夢があります。これ2年前の彼なんですけど、全部色気づいたっていうか、なんかかっこよくなってきましたよね。この2つの職業はどちらも英語は欠かせない職業です。それになるにあたって、座学では学べないリアルな英語を学んでみたい、こういった思いからこの活動に参加し始めました。では具体的にどのように行っているか、ここで鎌倉イングリッシュツアーの全貌をお伝えしたいと思います。まず、このような鎌倉フリーツアーと書かれた看板を掲げながら、鎌倉駅の前に立ち、外国人観光客に声をかけます。とは言われても正直想像がつきにくいと思うので、ここを鎌倉駅の前だと見て実際にやってみたいと思います。 Hello? Where are you going? So I'm just going to Great Buddha. Oh, Great Buddha? Yeah. We conduct a tour for the Great Buddha. So why don't you join us? Oh, that's nice. I'm doing a tour. Okay, let's go. このような形で行います。そして興味を持ってくださった方にはツアーに参加していただきます。ツアー内容はその場でゲストと相談して決めます。行き先はその都度で違いますが、特に鶴岡八幡宮や大仏で有名な高徳院、竹寺でおなじみの報国寺などが多いです。ツアー内容が決まればさあ案内開始です。目的地へはバスや電車、時には徒歩やレンタサイクルを利用していくこともあります。移動中はゲストの国の文化や様子を、尋ねたり、逆に日本のことを教えたりしながら交流を深めます。そして目的地へ到着しました。現地での説明はあらかじめ場所と担当者を決めておきます。前もって言っておいた下見や、神主や住職で、聞いた話をもとに歴史や見どころなどさまざまな情報を盛り込んで、原稿を作ります。それに基づいて説明を行っていきます。例えば鶴岡八幡宮の源平池ではこのような説明が行われています。そして目的地をすべて回ったらツアー終了です。この活動は僕たちが英語力を伸ばしたいという熱い思いで始めた活動です。僕たちの学年がゼロから立ち上げた活動なので、特に初めの頃は失敗が多く肩を落として帰る日々が続きました。そんな中僕たちが一番最初にぶつかった壁が英語力、それから異文化の知識が不足しているということです。それを痛感したのは約2年前で、その日はフランス人観光客に声をかけて大仏へ案内することになりました。しかしいざ大仏に到着するともうここまででいいよと言われてしまいました。それは僕たちが緊張していたということもあって、ゲストとうまくコミュニケーションが取れず打ち解け合うことができなかったことが原因だと思います。またインド人をゲストして終わりの握手をするときにたまたま右手に荷物を持っていて左手で握手してしまいますですね。でインドでは左手は汚いものを触るときに使うとされているにもかかわらず、それをすっかり忘れてしまって左手で握手してしまいました。自分たちがゲストを喜ばせたいという思いで行った言動が英語力の不足、それから異文化の知識がないという理由で
ゲストを不愉快な思いをさせてしまう。それはとても残念なことなので、僕たちはツアーの質を高めていかなければならないと強く感じました。そこで顧問の先生とも相談をして3つの新しい取り組みを始めました。1つ目が英語力の向上です。特に自分の考えを伝える表現力を向上させるために、僕たちはプレゼン、ディベート、それからスピーチを英語で行って英語を使うという機会を増やしていきました。そして2つ目の、異文化の知識を増やしていく、自分たちの国の、自分が好きな国の文化をプレゼンすることを、英語でプレゼンすることを始めました。自分たちで紹介し合った国の驚きの情報を知ることで、世界についての知識が増していきました。そして3つ目、自分たちらしいオリジナリティを高めていくということ。外国人を対象にした鎌倉ツアーというのは決して珍しいものではないんですね。地元の高校に通う僕たちだからこそできるツアーはないか。そこで休日を利用して自主的に鎌倉を歩き回って、地元の人にしかわからない穴場スポットっていうのを、探すことを始めました。この写真のおじさんは地元の和菓子屋さんの方で、鎌倉学園の OB の方でもあります。ツアー中に顔を出すといつも喜んでお菓子をご馳走してくれるんですね。こういった方々の温かい応援もあって僕たちらしいツアーを提供できるようになりました。自分たちの課題を改善していく中で徐々にゲストの反応も変わっていきました。例えば、説明した時に笑顔でうなずいてくれたり、こういったワーオといったリアクションをするなど今までにない反応が返ってきました。こうして僕たちのツアーに自信を持つことができました。そして、さらに大きな成長が僕にはありました。そのきっかけは、ゲストからのある質問ですね。僕たちがいつも使うある言葉です。高校1年生の9月にアメリカ人のゲストにいただきますという言葉の意味を聞かれました。でもその時の僕にはそれを意味を伝えるだけの言語力であったり知識、それから伝えるという難しいことに挑戦する勇気がなかったので、その時は日本の食事前の形式的な挨拶だとしか言えませんでした。でも僕が実際にいただきますという時に感じる気持ちをゲストと共有したかったし、日本の本当の文化を知ってもらいたかったので、それは僕にとても悔しい思いをしました。そして半年後また別のゲストに同じ質問をされました。もうここは思い切って言おう。そこで日本にはいただきますには2つの感謝の意味があって、1つ目が、食事に携わってくれた方への感謝、そして2つ目が、食材そのものへの感謝。日本では全てのものに命が宿るという考えがあるので、その命を絶って自分たちのものにさせていただくという感謝の気持ちを込めていただきますというのですということを一生懸命伝えると、ゲストは素晴らしいね、この精神は僕たちも学んでいくべきだと言って日本の、文化に関心を持ってくれました。これは僕が普段英語力をみんなで鍛えていたことに加えて自分の思いを伝えたいんだという気持ちが後押ししてくれたんだと思います。これを、僕がここで、自分の気持ちが伝わったんだという実感がとても大きな自信を与えてくれました。これを機に、僕のツアーの見方が大きく変わりました。英語を話すことに少しずつ余裕が出てきたので、ツアー全体を見渡してゲストを、配慮できるようになりました。始めた頃はもうここまででいいよって言われていた僕たちですけれども、今では、もっと案内してほしいよ、もっと君たちが知ってる鎌倉を知りたいなって言われて1回のツアーで約8時間ガイドすることもあります。見て、ご覧のように僕たちの、Facebook ページに評価の高いレビューやまた来たいといったコメント、さらに今ではツアーの予約まで入るようになりました。つい3日前にメキシコ人のカップルを案内したんですけれども、その時に彼氏から、このツアーが終わったら彼女にプロポーズをするんだというのを Facebook で連絡がありました。そこで彼氏と事前に連絡を取り合っていざ本番、結果は大成功です。もう彼女は泣きながらもうありがとうありがとうって言ってくれてとても嬉しかったのを今でも覚えています。こういった経験を通じて僕たちはゲストに喜んでもらえるツアーを提供していきたい、世界中の人々に鎌倉のいいところを知ってもらいたいという思いが出てきました。いつしか僕たちのこの鎌倉ツアーが
鎌倉の名物の一つになっていれば最高に嬉しいです。以上でプレゼン終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。そうですけど、結構その、継続的にちょっとね、こう自分たちのことを知ってる人じゃない人たちに自分たちからアプローチしていって、それでちゃんと満足してもらって帰ってもらうみたいなことをずっと続けてるっていうのは、素直にすごいなと。ありがとうございます。体制としては30何人の部活みたいな感じだっていう。最初は、元は ESS っていう部活はあったんですけれども、英語を学びたいっていうメンバーが集まって、この鎌倉っていう土地を生かして、自分たちのこの英語力を伸ばせないかっていう時に、鎌倉にはたくさんの観光客が来るっていうことを、知っていたので、これを生かして、悪い言い方、あんまいい方じゃないかもしれないんですけど、こういう観光客を利用して、自分たちを成長させたい。で結果的に自分たちの活動がどんどん大きくなって ESS っていう部としてやることになったんですよ、はい、最初は何人くらいだったんですか？10人くらいですか？5人です。5人、はい、7人くらいですか？そうですね。それ2年前ぐらい？いや2年前です。当時1年生はい、そうです、1年生でした。なんか他にもいろんなその学びたいだけだったらいろんなやり方があったと思うんですけど、はい、なんでそこのこうツアーガイドするってところにたどり着いたのかみたいな話を。ああ、そうですね。でも、今も言ったんですけど、やっぱり鎌倉には観光客がすごいいっぱいいるんですね。やっぱり地元の僕たちがだから知る鎌倉の魅力を伝えていきたい、そういったところで、ツアーをしたらお互いウィンウィンな関係になるので、その外国人は鎌倉を知りたい、僕たちは英語を学びたいっていうウィンウィンな関係を構築できるなと思ってこの活動に今に至ってます。大体今どういう頻度でどういう時間に活動してるかとかって教えてもらっていいですか？はい、基本的には木曜日と土曜日週2回の活動なんですけども、木曜日は今、先ほど見せたようにプレゼンであったりスピーチ、今では結構ディベートなんかもやっているんですけれども、そして土曜日は午前中に学校があるので午後に鎌倉ツアーをしたり、あとはそのツアーの準備とか備品を揃えたりとかそういうことをやっています。何人くらいだったんですか、その土曜日とか？大体20人くらいですね。20人くらいで、はい、そうですね、班ごとにポンポンポンって5人ぐらいの班に分かれて、5人ぐらいで案内してるの？そうですね、はい。なる